ただきています。ビジョンをご覧ください。史上最高難度の新エリアが誕生。挑むは史上最強の100人。各界のスターたちが聖地緑山に集結。ディアーナの足が速すぎるチア。タケル32歳、12月27日水曜夜6時。すいません、右を取ります。TBS の人気番組サスケから最強の刺客たちが参りました。まずはこの方、サスケを語る上で外せない夢です。本日は番組としてサスケを聞きます。いつかサスケを山田サスケ。サスケ出場回数なんと40回、サスケ唯一の最重賞、山本慎吾。サードステージ出場7回、サードステージの常連、サスケの切り込み会場といえばこの人、北川電子選手、日置正志。2度の完全制覇者、サスケ君こと森本裕介。音楽と同じくらいサスケを愛する男、ゴールデンボンバーダルビッシュ健二。なんと TBS のサスケよりリアルの戦うためにチームサスケにお越しいただきました。山田さん、よろしくお願いいたします。喋ったらいいですか。はい、お願いします。横浜ベイスターズファンの皆様、はじめまして。はじめまして。さあ、今回スペシャルエキシビジョンマッチとしてディアーナ VS チームサスケによるリレー対決を行うということですが、4対4、ディアーナのチームには元さんが加わります。それではチームサスケ監督の村上さん、意気込みをお願いします。そう、意気込みですね。ディアーナさんが今見たがかなり早いんで、で、サスケチームもね、平均年齢が約40歳ということで、ちょっとジジイチームですが、ここばっかりはね、やっぱりサスケ代表としてきてるんで、負けるわけにいかないし、絶対勝ちます。さあ、ダルビッシュさんもお越しいただきましたけれども、ハマったバトルの存在はご存知でいましたか。もちろんです。知ってるに決まってるじゃないですか。もう対決ということになりますが、いかがでしょうか。今日はですね、もうゴールデンボンバーのことはもう置いといて、今日はディアーナに絶対に勝ちます。ありがとうございます。それではチームサスケの皆さん、対決に向けてご準備お願いします。さあ、観客の皆様は今ビジョンに映っております、こちら QR コードが出ておりますね。この QR コードを読み込んでいただきまして、ディアーナチームかチームサスケ、どちらが勝つか XQTwitter に投稿してください。当たった方から抽選で8名様にこのハマスタバトルに参加した選手のサイン入り鉢巻きをプレゼントいたします。
抽選で8名の方に選手サイン入り鉢巻きプレゼントということで、ぜひともこちら QR コードを受け取っていただきたいと思います。それではスタート地点の滝脇さん、こちらの様子いかがでしょうか。はい、こちらスタート地点です。チームサスケの森本さん、意気込みはいかがですか。ちょっと広い球場でかなり緊張してるんですけど、サスケで鍛えた体でいいレースができるように頑張ります。ありがとうございます。頑張ってください。そしてディアーナのミサさん、決勝じゃないサスケの方々と対決ということでいかがですか。はい、サスケの方々と一緒に走らせていただくのとても光栄なので、さっきは負けてしまったんですけども、より加速して頑張りたいと思います。ありがとうございます。頑張ってください。はい、そしてこちらゴール地点でございます。アキさん、一言お願いします。はい、皆さんとても速そうなんですが、私たちも意地を見せられるように頑張りたいと思います。そして鳴海さん、絶対に勝ちますよ。負けないです、負けないです。愛しております。さあ、アンカーは距離がね、三塁側のあたりまでね、飛び込みますので、このあたり最後のバトル、アンカー勝負というのも注目していただきたいと思います。それではスペシャルエキシビジョンマッチのスタートです。はい、次は岩田克美さんにお越しいただいております。いやー、VSサスケ、果たして勝つのはどちらか。そうですね、そうですね、すごいプレッシャーですね。はい、本当はファンの皆様、申し訳ないです、勝たせていただきます。さあ、監督からの声がありますが、独特の雰囲気の中行われます。イヤーナ VS チームサスケ、勝つのはどちらか。それではいきます、用意スタート。さあ、始まりました。ヒゲゾさあ、ここから第2走者、お、危ない伏せている清木。さあ、まだ分からないぞ。アンカー勝負になった。さあ、アンカーバトンが遅れたか。ダルビッシュゴール。勝ったのはチームサスケ。ダルビッシュさん、おめでとうございます。非常に競ってましたが勝ちました。すいません、大人げなくてすいません。いえいえ、本気の対決ですから、見事な走りでした。いやー、本当にいいレースでしたね。さあ、そしてディアーナの皆さん、ねえ、惜しかった。ああ、サスケチームが泣き合っている。いやー、ナイスランでした。そして、いやー、アキさん、いやー、いい走りでしたよ。はい、悔しいです。もうちょっとね、本当に接戦でしたけど、悔しい。まあ、悔しかったです。いやー、皆さん、いい走りでした。リアラの皆さん、一言ずついただきましょう。ちょっとまたたくさん練習できたのにミスしてしまったんで悔しいです。全然大丈夫です。悔しかったんですけど、本当に楽しめました。ありがとうございました。ミサさん、はい、悔しかったんですけど、ディアーナ一生大勢、みんなかっこよく走れたと思うので、バッチリでした。ナイスランでした、ディアーナの皆さん。ありがとうございます。さあ、そしてチームサスケの皆さん、いや、素晴らしい走りでしたね。いや、本当にディアーナさん速くて焦ったんですけど、なんとかチームの方が挽回してくれたんで勝ててよかったです。接戦でした。いかがでしたか。いや、49歳なんですけど、話だけ先行かなくてよかったです。すごい走りでした。あ、そしていかがでしたか。いや、もうすごい速かったので、もうなんか球場広すぎて自分のスピードが分かんなかったんですけど、いや、いい勝負でした。ありがとうございました。そして最後にダルビッシュさん、ナイスゲームでした。本当にすいません、勝っちゃった。本当に三浦監督見てますか、足速いですよ。来年盗塁行けますよ。松坂世代まだ頑張っております。皆さん、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
ナイスランでした。両チーム素晴らしい走りでした。ありがとうございました。そしてここで重大発表があります。こちら出ました。今年で41回目を迎えるサスケですが、今大会ディアーナの秋さんの出場が決まりました。プロ野球のチアとしては初めてのサスケ出場となります。放送は TBS 系列にて12月27日夜6時からです。また U-NEXT では完全版を配信、全出場者の活躍を見ることができます。皆さんぜひご覧ください。さあ山田勝美さん、はい、今回のサスケの見どころ教えていただけますでしょうか。見どころは本当一番、100人出るんですけども、1番か100番全員が見どころなんですけども、今回41回目ということで、見どころはね、本当歴史的快挙って言えるぐらいのすごいことが起こります。でね、新しいサスケのとうとう新しい世代の、何言ってんですかね新しいサスケのスタートが、本当にね、サスケ伝説がまたね、生まれ変わったっていう大会になります。本当ね、27日は皆さん飲みに行かず、遊びに行かず、デートに行かず、テレビの前でサスケ見ていただけるとありがたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。チームサスケを代表してダルビッシュさんも意気込みいただけますでしょうか。ダルビッシュさん意気込みをお願いします。サスケの、ね、意気込み、ね、バンドの PR お願いします。そうですね、これは冗談抜きで人生をかけてサスケに我々取り組んでおります。なのでその思いを、12月27日見ていただけると嬉しいです。これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。さあ最後にこのサスケに挑む秋さん、このサスケの意気込み聞かせてください。ディアーナ、そしてベイスターズの代表として頑張ってきました。皆さんぜひ見てください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい戦いを見せてくれたディアーナ、そしてチームサスケの皆さんに今一度大きな拍手をお願いします。以上、最強ディアーナに挑めハマスタバトルでした。